皆さんこんにちは、ペスでございます。横田物語ですね。続きやっていきましょう。通算665回目、夏場所の場所前稽古ですね。参りましょうか。はい、おさらいからですね、新庄さんがね、次はちょっと判断力の方を重視していく感じが、初日また当たり引いてるで、綾小路さんは今回で下半身仕上がりますね。なのでどうしようかな。あと4つでしょ。85だから柔軟性に振ってね、並べていきましょうか。で、坂井さんは、あと1年半このパラでキープできる。高辻さんは、なんだ、自力よくさせてたんかな。あー、でも申し合いだね。申し合いさせて、一回、なんだ、お小遣い挟んでっていうところですね。ぶっこじさんは重量で、とりあえずあと5回運び足。で、車屋さんがまた上がっちゃったんですよね。あとね、10持続力欲しいんですけどね。まあ、今場所、いっぱいっていうことね。西木さんはとりあえず90判断力目指してまいりましょう。相沼さん、上半身ね。で、バンバさんは何が、あ、上半身落ちてるな。57になってますね。で、松原さんはまだまだ申し合いが続きますと。はい、そういう感じですね。はい、2日目いきましょう。申し合い上がんない。はい、あえのこじさんは下半身、坂井町さんはそのまま、高津さんここで小遣い入れて、ちょっと計算させてくださいね。299ですから、1回申し合いできますね。はい、ぶっこじさんは運び足、はい、車屋さんも運び足、はい、西木さんは申し合い来い、上がんない。アイノマさんは上半身、よいしょ、ダメ。はい、松原さんは申し合いね。はい、3日目いきましょう。上がんない。ここで申し合い1回やって3つ上げます。で、また、そうですね、持続力上げるか集中力上げるかになってくるんですけど、どうしようかな。ま
迷いどころは迷いどころだけど、まあ持続力でしょうね。おっしゃし、錦さんまず1個上がりましたね。アイヌマチさんは上がらず、はい、4日目。よしよしよし、史上下がりましたね。さあこれで綾乃子さんあと一つ、運び足ですね。あ、3人運び足が続くっていうことになるのか。おっと危ない危ない。で、アイヌマチさんが上半身、よいしょ。おー、いいよいいよ。1ずつ上がってくれましたね。上がらんよりは全然いいからね。はい、5日目です。おー、当たり多いなー。ね、普通にやってたら3つ上がっとるわけになるんですからね。あ、それはそれでちょっと悔しいね。あ、福井さんお小遣いだね。あ、そうか、上がんないんだ。やばいからな、やっぱ今年いっぱいなんのかな。ちょっと28歳やけどね。はい、3日目いきます。まあ1個ずつ上がってくれてるんでね、ちょっとは気が楽かな。さあこれで3つフェーズ合わせましょう。ああ、しまった。小遣いやった。まあ、いいか。これも運び足やね。おー、錦さん2つ目来ました。あ、小遣いだ。はい、ごっつぁんです。うん、はい、7日目ですね。うん、これで明日お小遣い。ぶっこしさんどうしようかな。71まで引き上げてお小遣いっていう手もあるんですけどね。そうしようか、分かりやすいしね。はい、もう2つ上がってくれたからね。もう文句なしってことはないけど、まあこれで普通ですよね。はい、松原さん再びの試合。
はい、8日目。おしょ、四条さん2つ目来ました。小遣いね。はい、ごっさんです。うん、運び出しやね。さあ、これで小遣い上げて、次から戻しを入れてから下半身十字ですね。はい、アイノマチさん、ダメ。さあ、柔軟性50乗りましたね。9日目。まずは鉄砲、で下半身やってから持続力です今度は。でここで小遣い。はい、ごっさんです。あ、ここの亀かね。あー、井上さん当たりだ。はい、判断力30。10日目いきます。そうか、上がりにくいゾーンに入っちゃってるんですよね。どうしようかな。今何歳？あ、まあいいや。もし判断力はねいいと思うんで、また集中力だな。はい、ぶっこじさんは戻しからね、鉄砲でしょ。おりゃ。錦さんが2つ目、あ、錦さんですね、アイドマチさんが2つ目来ない。11日目。23か、ちょっと戻しやるには危険な年齢ですよね。もうあと1年半ですからね。さあ、今日からは、運び足十字ですね。ぶっこじさんは下半身か、下から。錦さん3つ目が来ない。江ノ橋さんがいまいち伸び悪いよね。さあ、瞬発力50到達ね。
い、12日目。下半身行こうか。ね、寄れるようにね。さあ、ぶっこいさん、今日から下半身ね。あー、犬前さんが1個しか上がってない、まだ。13日目。シロさん、このペースでいったらね、4つ上がってることになるんだけどね。あ、そうか、講演会だ。14日目ですね。ごめんなさい。運び足ね。下半身よいしょ。おー、素晴らしい。錦さん3つ目来ましたね。そうですね、次あとは上半身、3つぐらい、残りの場所をね、半年で上がってくれればっていうところでしょうね。あー、上がんない。はい、では場所前稽古ラスト15日目。はい、ダメ。和田研究ですね。はい、あら、早くだ。はい、基本技ね。ウコちゃんどうしようかな。まあ、ここまでにしようかね。はい、あれ早くだね。はい、ああ、技のデパートになったね。上半身いこうか。はい、4つ目はなし。はい、あー、1個だった。はい、はい、という感じですね。では技確認して終了しましょう。もうでもね、
あと何がある、あー追出し気殴りはないと思う。見ど、あ、あーイゾリね、なんか見どころ攻めをと呼び戻しを覚えるんかどうかですよね。高辻さんは一基本技を覚えたっていうのは、あーでもうっちゃりを持ってるんですね、すでに。で、上手下手の固定あ、叩き込み覚えてる。うっちゃりがあって、釣り出しがあって3ページ目ないからね、ぶっこじさんもどうしようかな。まだ早く言うてるからね。はい、車屋さん突き倒しがないんだよね、押し倒しと。でね、とったりと無双系で切り返し、あーイゾリーね、多分ね鍛えれば、うん、似てるもんね。なんか見どころ攻めと指戻しは覚えそうな気がするんですけどね、タイプ的に。はい、松原さん、うん、寄り切り、押し倒し、ね、突き出し、ね、で、上手下手投げ。3ページ目はまあまあ、まだまだね、入ったばっかりやしね。はい、ということで、場所前稽古終了でございます。また本場所ですね、前半戦、後半戦に分けてお届けします。お楽しみにしておいてください。では、さよなら。